月姫ができた時の手応えというか感想はいかがでした？夏を撮っていただいた時から、うん、私結構うるさいんですね、ずっと1枚目2枚目もでそれを見てて生意気って思ったんですけどと思うんですけど、うるさいですよ、なんかこれ嫌いとかあれ好きとか。それで土屋さんに夏をやっていただいて、初めてのお仕事じゃないですか。でその時にすごくなんていうの、すごい全部気に入ったんですよ。気に入ったっていうと失礼なんですけど、私はこの人になら任せられるとすごく思って思っていた以上にすごく私の好きな世界にしていただけたので、この方には任せられると思って、それから以降もこれも好き、これもいい感じって思っていって、だからうるさくなかったんです、スタジオで。前はうるさかったですよね。いやいや、好き嫌いが激しかったから、ね、そうなのですごく静かにして、こうですかみたいな感じで、面白いなとかすごい思って、そうだったんだ、そういう歴史があったんですね。そうです、生意気だった時期がこうあってでピアノ好き嫌いが激しい。土屋さんの場合はほとんどピアノで私が持っていったデモテープを肉付けする形でアレンジしてきてくださったので、それがすごく嬉しかったっていうか、自分でピアノでこうしたかったっていう上に全くお化粧していってくださった感じだったので、そういうアレンジをしてもらったこと初めてだったので、すごい月姫はそういう意味で全然満足、とても満足な状況で、いつもいいないいなって思っていました。なんかね、やっぱり歌う人がその技術とかキャリアとか置いといて、はい、歌う人がやっぱり自分で弾くピアノとかギターとかね、やっぱり最強なんですよ。それ以上のものって絶対なくて、なんかこの間ちょうど相川さんのいろんなメモリアルななんかこう映像とか見ることがあって、ジョン・レノンのギターは最高じゃけんっていうね、あの人分かってるなっていう、なんかね、やっぱ歌ってる人のストロークってね素晴らしいんです。もう絶対誰にもできないっていう。で、だから美代子さんのピアノなんかもやっぱりもっと上手い人いっぱいいると思うんですけど、技術、ただそれを上手いとは僕は思わないんですよね。いっぱいこう音ガーってね並べてやるのは音楽じゃないし、だから歌ってる人が自分の感情で、でその時にできる精一杯のことをやるっていうのがね一番美しいっていうか、それ以上強いものはない。そうだから、すごい一番大事なんじゃないですかね。素晴らしいアルバムになった月姫なんですけれども、結果的には80年代最後のアルバムになって、その後実はアーティスト活動はお休みになってしまったんですけれども、その後どんどん再評価みたいな形で月姫の再発への機運が高まっていったのをどのようにしてご覧になったんですか？それはまさに松竹さんにのおかげで CD 化っていうのが6年くらい前にあって、まさに本当に功労者じゃないけどお世話になった方みたいな。まあそうなんですよ、まあ SNS がねきちんともうこう世界中にやるするんですが、山口美代子の CD 探してんだけどなんで出てないんだっていう話になって、でそういう評価とかそういうのがいっぱい来て、であれって思ってね、それでまあ当時のアルファのアルファというか K ミュージックってとこなんですけど、そこの社長にお話しに行って、で、まあ、許可いただいてっていう感じだったんですけども、でもやっぱりその時からマルチがあるはずだと思ってて、その時はなかったんですか？その時はだから聞かなかったんですけども、まあないだろうなと思っててね、そしたら橋本さんに全部出てきて、いやさすがアルファだなっていうね、管理がきちんとしててびっくりしました。本当、じゃあもう今回の40周年記念エディションで、まあオリジナルは当然オリジナルとあり、そのマルチが出てきたことによってボーナスディスクの、そうですね、だから一部ちょっとオリジナルのまま使った音もあるんですけど、まあ大体はやっぱりどうしても先ほど言った通り音が古くなっちゃってるってこともあっ
入れ替えて、あのフレーズは同じ形を使ったものがあるんですけど、入れ替えてやりましたね。これまたあの3人の方でスタジオに集まって撮り直しちゃった感じですか。うん、あの今回は土屋さんはギターだけで参加させていただいて、で中身のアレンジは本人がやって、とにかくディスク1とディスク2を同じ曲があるわけじゃないですか、うんうん、だからあのなんてみんな同じだと絶対ダメだからねって言われていて、それでまあ確かにそうですよね、同じ曲がそのままあったら買った甲斐がないしバカみたいって感じだから、だからあの絶対変えてよみたいに言われて、それでもうでも聞くとやっぱり鏡とか聞いてると、あのあこのままでいいじゃないですかみたいな感じで、うん、いいアレンジだなとか思って、でもそうすると土屋さんと松井武さんの言葉が聞こえてきて、あ絶対変えろって言ってたから変えなきゃいけないのかみたいな感じ でもちろんすごいあのアレンジのなんていうところを使わせていただいて、あの私なりの感じにあのできる限りを尽くし、それでギターではもう素晴らしいギターを参加していただいて、うん、本当に嬉しかったです、うん、あとデイドリームとかイングリッシュバージョンになってますけど、そうですね、これはもう、昔から英語でやらせたいっていう風なことをあの松武さんがおっしゃってて、それで白チュームと月姫はそうしたいと、うん、それであので最初はあの詩を自分でやってみようと思ったんですよね。それで白チュームのはなんとかできたんですけど、あの月姫の方が物語になって、あれはかぐや姫っていうか月の国から来る話なので、その物語みたいにしようとかなんとか言って、なんかあのそして説明になっちゃうんですよ歌詞が。それで自分ではどうしてもそれを客観的に作れないので、もうこれはダメなので、ダメっていうのは早く行った方が時間もないのでっていう、どなたかお願いしますっていうことで、でね、叙情的な感じを書ける方だったらクリス・モスデルさんがいらっしゃるっていうことで、でなんか連絡取っていただいてね、そしたらウェルカム喜んでやりますね。でだけど時間が大丈夫ただ1週間後に出来上がっちゃった。京都にいるはずが、なんかちょうど近所にいて、そうそうそう、であの書くっていうか書いていただけるようになって、そう、でその歌詞がもう本当にあの私が月姫で描きたかった本質そのもので、結構自分で聞いのその歌詞を見ても泣いちゃうくらいな意訳が素晴らしくて、で美しい言葉で散りばめてくれて、すごいすごく幸せっていうか、それは松崎さんがあの英語で歌ってほしいと思ったのは、あのやっぱり理由は一つだけで、問い合わせがすごくいっぱい来た時に、うん、全部また日本語っていうのは別にそれはそれでありなんですけど、うん、やっぱりそのメインとなってる、うん、まあ、月姫ですから、うん、まあ、それを英語で歌うことでより一層その、まあ、日本人が感じているそういうおとぎ話とか、うん、まあ、そういう伝えたいこととか、なんかそういうのがやっぱり英語できちんとクリスに書いてもらった英語はもうまさにそれにぴったりだったんでね、うん、そうなんですよ。だからやっぱり、うん、まあ、日本語は日本語でまたね良さもあるしいろんなのあるんですけど、やっぱりあの曲は英語で歌ったのがもっと心に響くかなっていうのがあって、そういうふうにしたんですね。そしてあのボーナスあのディスクのディスク2には、はい、デビューアルバムから、はい、最近の作品まであのセルフカバーの曲が他にも入ってますけれども、あそうですね、あの昔の夢飛行っていうデビューアルバムからあの数曲やらせていただいて、結構この辺結構なんていうか夏っていうアルバムはすごいマニアックというか世界がすごくできてしまっているので、うん、あのその夢飛行からの曲は結構明るかったりとか、うん、あの聞きやすい感じを意識して、うん、あの作りましたね、うん、そうですね、あの東京ラバーって曲なんですけど、うん、なんか名前聞くと古いなっていうイメージはなきにしもあらずなんですけど、あれね、いやぜひ聞いていただいてね、やっぱあの昔のこうなんていうのかな80年代の
日本人の気持ちっていうか、やはりそのいわゆる J-POP っていうよりも、あ、これは歌謡曲っていう言い方だったんですかね、うん、なんかそういうイメージと今の最新の技術を使うとこんな風になっているんだよねっていうのをやりたくて、てか本人にやってもらったんですけど、アレンジして、だからやっぱりああいう感じの曲は忘れちゃいけないというふうに思っているんですね、僕は個人的に、うん、楽しかったですね、うん、やっぱりこう内容も起承転結してちゃんと生きているっていう、うん、だからなんか、ごめんなさい、今ほらヨーロッパとかですごいあの辺のポップスっていうか、うん、そのみんなの再評価されてるっていうか、みんなすごいフレッシュに感じてくれてるっていうのは、うん、まさにそこだと思うんですよね。そうですね、絶対そう、 あの起承転結がそうやっぱりあのアメリカにもヨーロッパにもなかったなかったってことですからね、うん、そうなんですよね。それは向こうの人聞いたら新鮮でしょ、ね、そういう、まあ、歌謡曲が流行るとかそういうことじゃなくて、日本人の心の中にあるそのポップスっていう考え方の、うん、それをもう一度なんか表現したかったの、うん、すごいな、なんか重みがあるな、いやいやいや、そんなことないですけどね。いやでも本当そうですよね、うん、はい、いやでもこうやってあの月姫っていうすごいアルバムが、まあ、新たに蘇って、うん、これのライブはないんですかね。ですね、もう発表してもいいとは思うんですが、後でお話しようと思ってたので今言っといた方がいいですね。4月のですね、15日か16日の土日がどっちかでやります。あ、じゃあ分かるんです。ええ、で場所は銀座のヤマハホールというところ で先ほどの坂本龍一さんと同じモデルのピアノも弾かせていただきます。